道路ストック総点検、または道路ストックの総点検とは、2013年度から2015年度の間に実施された日本の道路政策である。2012年に発生した笹子トンネル天井板落下事故を受けて成立した道路法等の一部を改正する法律に基づき、すべての道路管理者に指示された。高度経済成長期に大量に整備されストック、されている。 道路構造物の総点検と老朽化対策、検討を約2年で全て実施することを目的とした。高所作業者による鋼けた橋の近接目視、点検実施以前から膨大な道路ストックの老朽化に国、自治体、高速道路会社などの道路管理者の一部は危機感を抱いていたが、不況下での財政的混乱もあり放置されてきた。笹子トンネルの事故により、 社会的な関心が高まり、社会資本のメンテナンスに緊急提言がなされ、国庫補助の予算的措置をもって実施された。点検の手法としては、従前行われてきた、遠望目視は、見落としや、不適切な評価が頻発するため、近接目視を原則として実施することとなった。このため、作業量が膨大となり、現場レベルでは、点検技術者の不足、 高所作業者等の点検補助車両の不足、機関の不足が問題となった。点検対象とするのは以下の構造物である。道路メンテナンス年報の一例道路ストック、総点検以降は道路構造物は5年に1回のサイクルで点検することが求められている。5年に1回で点検、補修を実施した結果は道路メンテナンス年報として毎年公表されている。 安分国土交通省、2018年12月22日閲覧。荒廃する日本としないための道路管理。国土交通省、2018年12月22日閲覧。社会資本整備審議会道路分科会、道路の老朽化対策の本格実施に関する提言。国土交通省、2018年12月22日閲覧。 総点検実施要領、協力編、平成25年2月、国土交通省、2018年12月31日閲覧。総点検実施要領、道路トンネル編、平成25年2月、国土交通省、2018年12月31日閲覧。総点検実施要領、補正編、平成25年2月、国土交通省、 2018年12月31日閲覧。総点検実施要領、道路標識、道路証明施設、道路情報提供装置編、平成25年2月、国土交通省、2018年12月31日閲覧。総点検実施要領、横断歩道橋編、平成25年2月、国土交通省、 2018年12月31日閲覧、総点検実施要領、道路の利面工、土工構造物編、平成25年2月、国土交通省、2018年12月31日閲覧、道路メンテナンス年報、国土交通省、2018年12月31日閲覧、ありがとうございます。